今回は朝ドラブギウギの茨田律子が特攻隊を慰問する実話を紹介します茨田律子のモデル淡谷紀子は化粧やドレスは兵隊の鉄兜と,と同じだと言い戦時中もモンペなどは履かずドレスを着て化粧をしステージに上がっていましたそして淡谷紀子は自分が歌いたくない歌は 絶対に歌わないといとう主義だったので、軍歌を拒否し続けましたこのため何度も警察に呼び出されたのですがそれでも阿波屋紀子は従わなかったので警察も諦めたのか始末書を書かせて放免しています戦後 GHQ が乗り込んできた時阿波屋紀子の始末書が大量にあったので驚いたそうです このように戦時中に抵抗を続けていた阿波屋紀子ですが戦地慰問を余儀なくされることになります阿波屋紀子は適正音楽を歌っていたので楽譜を押収されてしまい軍部から皇軍慰問を命じられたのです音楽も軍需品なりということで軍は戦意高揚に音楽を利用するようになり 各地に皇軍慰問隊を派遣していました皇軍慰問隊は陸軍の十兵部に所属するため軍属という扱いになります軍属の歌手として活動していた大谷雅子の証言によると軍属の歌手は出演料も良かったしいっぱい食べていっぱい歌えということで食べるものにも困らなかったそうですしかし 粟哉典子は軍族になると軍の命令を聞かなければならないし好きな音楽を弾圧する軍からお金をもらいたくないので皇軍慰問隊を拒否しましたところが粟哉典子は軍部から徴用にすると脅されてしまいます徴兵と同じように強制的に働かせる徴用という制度があり 徴用に従わなければ投獄されてしまいますさすがの阿波屋範子も徴用は嫌だったので皇軍慰問を引き受けたのですが最後の抵抗として軍属になることは拒否し軍からはお金をもらわずボランティアとして皇軍慰問を行うことにしたのですこうして阿波屋範子は皇軍慰問に出るのですが軍からお金をもらっていないので 自分の好きな歌を歌うといい戦地イモンでも軍歌は歌わず行き先も自分で決めていました淡谷紀子の「別れのブルース」は発売禁止局に指定されていたので本来は歌えないのですが前線の兵士からのリクエストがあった場合は「別れのブルース」を歌うことを黙認されていました 別れのブルースは非常に人気があって兵士たちがリクエストすると上官は席を外したり急に居眠りを始めたというエピソードが残っています特攻隊を慰問した史実朝ドラ「ブギウギ」の第14週で茨田律子が特攻隊を慰問するのは史実です昭和20年 戦争末期で沖縄決戦が叫ばれていた頃阿波屋紀子は九州の特攻基地を慰問巡業していました特攻隊は生きて帰れないことが分かっているので軍部が特攻隊員への最後の花向けとしてせめて歌でも聴かせてやろうと思いステージを開催していたのですそして阿波屋紀子が ある特攻基地を訪れたとのことです。特攻隊員のために作られた救護しらえの舞台で客席の隅には白鉢巻を巻いた178歳の少年たちが230人座っていました。淡谷典子はステージの前に歌の途中でも命令が下れば特攻隊員は出撃しなければなりません。 その時は中座することになりますがお許しください」と言われていたのでせめて歌が終わるまで命令がくだらないでくださいと思いながらステージで歌っていましたしかし波屋紀子が歌っている最中に白鉢巻きをしていた少年たちが次々に立ち上がり一人また一人 り子,子は少年たちが敬礼するたびにお辞儀をして答えていたのですが次第に涙が止まらなくなりましたや屋り子は客を感動させるためにステージに上がっているのにステージの上で泣く歌手なんて二流だと思っていたのでステージで泣いたことなどなかったのですが このときばかりは涙が止まらず客に背を向けて泣きましたあわやのりこがステージの上で泣いたのはこのとき一度だけでこのときのことを次のように語っています平均年齢16歳の特攻隊員の前で歌ったこともありますよ白いチマきを頭にしめて次々に飛び立っていくんですよ「泣くな」って言われても無理 私の目からもとめどなく涙があふれてきましたよ。今の若い人たちは、こうした先人の不条理な犠牲の上に築かれた平和というものを、もっと真剣に考えなければいけませんね。